軽快な音楽を響かせながら住宅地を走る軽トラック、移動スーパー徳島るです。独自のビジネスモデルが流通業界で注目を集めています。徳島るは週2回お客さんの玄関先まで出向いて生鮮食品などの販売を行っています。スーパーに行ったように買い物を楽しめるとお年寄りに人気です。便利なんよ、何でもあるしね、だから欲しいものみんな買えるから。現在全国の800万人以上が買い物難民と言われています。買い物難民とはスーパーやコンビニが自宅の近くになく、その上車などの移動手段を持たない人のことです。私な体が不自由なけんな、徳島る来てくれなんだ困るんよ。徳島るの本部は徳島県にあります。平成24年に創業した株式会社徳島る。この社名は創業地の徳島県から取っただけでなく、慈善活動に力を入れる徳島の意味も込めています。社長の住友達也さん、徳島を代表するタウン誌アワワの創業者です。46歳で事業を譲った後、53歳の時徳島るで2度目の起業をしました。一番大きなきっかけは自分の母親自身がですね、田舎の方で買い物難民化してまして、で、ご近所のお年寄りの話なんかも聞いてもですね、皆さん困られてるっていうのを目の当たりにして、これは世の中こんな事態になってるんだっていうのは初めて実感したんですね。でそこに持ってきて、そのじゃあそれに対して社会的に企業がですね、なんかサポートの仕組みを作ってるかっていうとほぼなかったんですね。じゃあこれはすごくビジネスになるんじゃないかと。徳島るのビジネスモデルの登場人物は徳島る本部、地域のスーパーマーケット、個人事業主である販売パートナーです。徳島る本部は地域のスーパーにブランドノウハウを提供する代わりに契約金とロイヤリティをもらいます。地域のスーパーは商品を販売パートナーに供給し移動販売をしてもらいます。販売パートナーの仕事を実際に見てみましょう。徳島市で4年前に開業した金本さん、毎朝3時間以上かけて徳島るの提携スーパーから車に積み込む商品を選びます。売れなかった商品はスーパーに返却するので仕入れリスクはありません。商品の粗利およそ 18% が販売パートナーの収入となります。徳島るの開業に必要な費用はおよそ350万円、そのほとんどが車両代で提携先の車両製作会社から購入します。徳島る本部はマージンを一切取りません。商品を運ぶだけじゃなくてね、もうスーパーがほんまに家の前に移動してきたっていう状態を僕は作りたいんです。この仕事自体が自分の存在意義がなんかすごいあるというか、なんか頼ってもらえる、でそれに応える、それがすごい気持ちよくて、なんかもうお客様とは商売以上の付き合い、もう全員が自分の母親のような感じだから、そういう意味では、僕はこの仕事をさせてもらって本当に幸せ。地域のスーパーにはどのようなメリットがあるのでしょうか。買い物に来られないお客様っていう、共栄に来られるお客様と違うお客様を相手にされているので、店舗の方で聞けないようなご意見だったり要望だったりとかっていうのを、徳島るの、ドライバーさんと、そういう話ができて、いろんな意味でプラスになっております。徳島るのビジネスモデルには買い物客も参加しています。それがプラス10円ルールです。徳島るでは1商品につきスーパーの店頭価格に10円をプラスして販売を行っています。この10円はスーパーと販売パートナーで5円ずつ分けます。
販売パートナーにとってこの金額は月のガソリン代に相当します。創業して3ヶ月までは全くそういうルールじゃなく店頭価格で販売してました。でもまあこれじゃとてもやっていけないということで、だから一律10円かけるっていうのは本当に常識的には考えられない。あのスーパーの経営者っていうのは利率で考えますから、一品につき10円っていうのはもうとんでもない発想だったんですね。でもまあ僕たちからすると、一つの商品をスーパーから店頭からお家の前までお届けするという付加価値に対して、あの一品につき10円っていう発想だったので、まあこれが非常にまあ理解受け入れていただけたっていうことですね。行政は徳島の活動をどのように評価しているのでしょうか。徳島県におきましては、一人暮らし高齢者世帯が全世帯の1割を超えておりまして、移動スーパーが来ていただくことによって、定期的にですね、地域の近くの住民の方とそこで会話を楽しんだりですとか、地域の中での活性化、地域活性化というんですかね、そういったことにもつながっていると感じているところでございます。8年前に徳島で始まった徳島、時代の追い風を受けて全国に広がっています。令和2年4月時点、46都道府県でおよそ500台の徳島るが走っています。この背景には、地方だけでなく都会も買い物難民が増加していることがあります。私が回ってるコースに関しては、お客様に関しては、出歩けない方が多くいらっしゃいます。近くにスーパーコンビニがあるけれども行けない方、またインターネットがうまく使えない方などがいるので、そういう方にお届けしているという形になります。メロン次回、メロン持ってくるね。丸のメロン、切ってあるやつだって丸の。週に2回お客さんの家へ訪問する徳島は、地域の見守り隊でもあります。具合が悪そうだっていうことをやっぱり毎週会ってると察知するんですよね。そういった時に民生委員さんに言ったとか、もう鬱陶しがられるかもしれないけど、いやいや病院なんとか、もう絶対行きましょうよとか、救急車も呼びましょうとかっていう話をすると、事前に防げる。徳島のビジネスモデルは、全国で急増する買い物難民をサポートするだけでなく、地域の見守り隊としての役割も果たしていると評価され、令和元年度ふるさとづくり大賞を受賞しました。今500台以上走ってまして、3日あればですね、お客さんが7万人から8万人のお客さんに、おばあちゃんたちに直接顔を合わせてお話ができるネットワークができてるんですね。これが1000人とか2000人、1000台2000台になると20万人30万人という単位の方々に直接会話できるネットワークができるんですよ。もうこれは明らかにメディアなんですね。なので徳島は実は食品の流通でありつつ、将来的には確実にメディア事業として成立するだろうなというふうに考えています。トックトックトーク徳島母さん。流通業界で維新を起こした徳島、今後そのビジネスモデルは高齢化社会になくてはならないものになるでしょう。仲間がよっ